ブンブン。ハロー YouTube。 どうもマサルです。今回は近々発表されると噂されている新型の iPad についてご紹介したいと思います。 iPad というと今年は iPhone X のように顔認証の Face ID を搭載してディスプレイの周囲のベゼルがとても細くなったモデルも登場すると噂されていますが、近々発表されるという iPad はそういったフラグシップモデルの iPad ではなくて廉価版の iPad になります。現在 Apple から販売されている廉価版の iPad は CPU が A9 ですので、近々発表される新型の iPad はこれよりも新しい CPU に置き換わって、ディスプレイサイズ等はこれまで同様10インチ程度、 Apple Pencil にも対応しない製品となります。そして価格ですが、廉価版ということですので3万円台で購入できる価格帯になると思います。そこまでスペックを求めない一般の方が購入する製品でもありますし、学校などの教育機関向けに出す、いわゆる文教向けの製品という位置づけでもありますので、あまり高い価格は設定されないと思います。ですので、数年前に購入した iPad がだいぶ遅くなってきたので、スペックが上がった新型モデルに買い替えたいっていう方や、子供向けのタブレットとして購入するというのはいいと思います。ただし、先ほどもご紹介しましたが、今年新型の iPad として、顔認証などにも対応したモデルが発売されます。そのハイスペックの方の iPad が発売されるのが夏以降ではないかと言われています。ですので、Apple Pencil に対応して iPhone X 同様新機能の Face ID にも対応したフラグシップモデルの iPad の購入をお考えの方は、近々発表される廉価版の iPad の方はスルーした方がいいかなと思います。なお、今回ご紹介した新型の廉価版 iPad ですが、2つのモデルが存在すると言われています。この2つは Wi-Fi 版とセルラー版の2つになります。ですので、新型の iPad mini が出るわけではありませんので、その点は注意が必要です。今回は以上です。新型の iPad について、また何か情報を入手しましたら、こちらのチャンネルにてご紹介したいと思います。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。